被害があったのは、四万都市下田にある旧中医学研究所で、市の指定避難所です。市によりますと、先月17日、職員が施設を訪れた際に1階の窓ガラスが割られているのに気がつきました。また、1階の部屋に保管していた資材の位置が変わり、外箱が破られていたため、確認したところ在庫数が合わず盗難被害が発覚したということです。 盗まれたのは保管していた1台100万円以上する液晶プロジェクターやディスプレイ、スピーカーなどで被害総額はおよそ634万円に上っています旧中医学研究所は四万十市が大学を誘致していた場所でおととし11月誘致を断念してからは工事に必要だった資材を1階の部屋で保管していました施設は市の避難所でことし8月に3日間避難所を開設しましたが その際には何も気がつかなかったということです。市は先月24日、中村警察署へ被害届を提出。四万都市の中平正弘市長は、この度の盗難被害は大変遺憾。今後は警察の捜査に全面的に協力するとともに、防犯体制の強化を図っていくとコメントしています。